こんにちは金子秀樹です今からオールアウトチャレンジ2012年の経過報告をさせていただきます2011年12月24日から2012年1月5日までバンコクキアタニカントリークラブでオールアウトチャレンジが開催されました今回の参加人数が68名と過去最高の人数がキアタニカントリークラブに集まりました僕自身たくさんの選手に会える楽しみにしているキャンプであります このキャンプの素晴らしいところはエネルギーあふれる選手たちと2週間ともに過ごせるところでありますこのキャンプでは自ら感じ取ろう iFEEL をテーマに取り組みました好きこそものの上手になれるという言葉がある通りまず心の希望すなわち自ら感じ取ろうとする愚感性がなければ どんなに良い環境に行っても、どんなに良いコーチに教えてもらっても、どんなに練習しても強くなることはできません。何が自分に必要なのか、何を習得したいのか、どれだけ強くなりたいのか、自ら学び、想像し、行動する、そして気持ちを素直に表現できる、感じ取る力を養ってもらうのがこのキャンプの狙いです。選手の心の希望を誘導するのが我々の役目であります。約2週間行われるこのキャンプの全体の流れとして、 最初の3日間基礎を行います基礎練習が終わると戦術プログラムに入ります1日オフを入れ最後の5日間は今まで練習してきたテクニックや戦術の応用インプットしてきたものをアウトプットすることをできるようにポイント形式や試合形式を多めに入れた最後の期間となります今回選手が目指すテニスとはプレイインンテリジェントその内容とは美しく勝つことそして アスリートとしての品格を磨くことでありますこの2点をキャンプの共通アイデンティティとして取り組むようにしましたでは美しく勝つというのはどういうことでしょうか流動的なテニスの本質は積極的な守備にあります目立たない忠実なディフェンスにこそスタートラインだと考えてください充実した守備意識こそが全ての勝負を分ける決定的なファクターであります我々はただつなげるだけのテニスミスを待つテニス カウンタマッチテニスリセッシブな守りのテニスを推奨しているわけではありませんやはり最終的には自らポイントを取りに来る攻撃的な選手にならなければなりませんしかし団体スポーツを例に挙げるならばディフェンダーを重要なポジションとして考えるように個人スポーツであるテニスでもディフェンダーを配備しなければなりません優れた守備バランスをバックボーンに効果的な守備を積み重ねる それがあるからこそ次の攻撃で素晴らしい戦術プレーが高揚し続けることができます。守備の定義とは相手の攻める力をそぎ落とし次に自分が攻めやすくする攻撃であります。攻める気持ちで相手の攻撃を受けている限りはリセッシブは存在しません。最初の3日間の基礎練習ではフォアハンドのベーシックスイングを学び戦術に必要なウィンドミル、ラットショット確実なクロスコートバックハンドを打てるようにバックハンドフェイスアップ それに必要な5つのフットワーククレイジーステップスを取り組みました「ベーシックスイング」では「ソリッド」「厚み」について取り組みました「厚み」とはビリヤードやボーリングなどで使われている用語であり角度方向を調整しますラケットとボールに置き換えてインサイドアウトアウトサイドイン下から上上から下など後ろから前にスイングすることだけがボールを前に飛ばすことではないというボールとラケットの関係を説明し またバイオメカニズムに基づいたスイングができるように取り組みましたフォロースルーは腰元でありますベーシックスイングを終えてから戦術に必要なテクニックに取り組みますまずはウィンドミルから説明します縦のスイングのことをウィンドミルと呼びます右選手は左へ左選手は右へ曲がるショットですウィンドミルスイングを使いカーブしたボールのことをフックショットとも言います このウィンドミルを意識的に打つことができるとプレイの幅が断然に広がります。どのようなシチュエーションで使うかというと確実なクロスコートを打ちたいとき、時間的コントロールが必要なとき、速いボールの処理、低いボールの処理、そしてディフェンス、オフェンスどちらでも使えます。気をつけないといけない点は打点が後ろでも打ててしまうので気をつけて打たないといけません。続いてラットショットです。ラットショットとはシュート回転のスピンボールです。 右選手は右へ、左選手は左へ曲がるショットで、主に攻撃の時に使えます。どのような効果があるかというと、球種のバリエーション、対戦相手のバランスを崩し、スイートスポットを外す、コントロールの精度を下げ、プレイスメントでも使えます。攻撃の軸となるアプローチ、逆クロス、ダウンザラインで主に使えます。反対にクロスコートラリーなどで打ってしまうと、不利な状況に追い込まれてしまうので、 意識しして使うようよにしないといとけませんアプローチで簡単にクロスに引っ張られてしまったりスペースがあるのになかなかショットが決まらないなどそれはアプローチショットなのにトップスピンを打ってネットに出てしまったりクロスコートなのにラットショットを打ってしまうなどシシシチュエーョョンに応じたショットを選択し打つことがでできててないいからであります続バックハンドは確実なクロスコートを打つことが最優先でありフォアハンドで主導権を握るためにも。 どこかららでもクロスコートにに打てるようになななければなりません。体が開かないようにして打てるように体に合ったグリップで打つ必要がありますそうすることによってタイミングだけではなく角度でクロスコートを打つことが可能になります角度で打てるとコースのばらつきがなくなりますそのためにもフェースアップで打つ必要がありますもう一つバックハンドに必要な5つのフットワーククレイジーステップスを取り組みました1つ目はステップイン。 時間的的精神的な制限を与えられますただシチュエーションによって体へ負担がかかったり対戦相手はどうにかしてタイミングを外そうとしてきますですので全部が全部ステップインで打つことは実質不可能でありそのため2番目のワンツースリーコンパクトにそしてスピードと距離の順応性が高いので足をきっちり決める必要がありませんフレキシブルな形でボールを打つことが可能です3つ目はホッピング 特に攻めに行く時は高いボールレシーブなど速いタイミングの時に使います4つ目はメイク・ザ・ボール速いボール重いボール深いボールへの対応空中でバランスをとりながらひねりの動作を使い相手のパワーを利用して打てるようになるフットワークです最後はオン・ザ・ブレーキ変化する球種に対しての対応特に相手のラットショットなど勢いあるショットに対してスタンスを広く取り ブレイキングを使いながら打つフットワークです。キャンプにおける最初の3日間というのは、とても大切な時間であり、このキャンプの特徴でもある共通認識、選手全員で同じ方向に向かっているというシンクロナイズの時間であります。コートで各課題に取り組む前には、レクチャーの時間を取り入れています。このレクチャーの狙いは、体で理解し、頭でも理解する。最初の3日間は、頭の汗をかく時間でもあります。 その頭で理解しやすいように映像を見ながら説明し理解するようにしてもらっていますそうすることによってより取り組む課題が明確になりどのようなシチュエーションで使うのかというイメージがとても分けやすくなるからです4日目からはバンコクパタナ・インターナショナル・スクールのコートも使用し具体的な戦術プログラムに取り組み始めましたこの戦術練習を取り組むにあたって一番大切なのは シチュエーションにおいての最適なショットを選択することです。そのため、いろいろなシチュエーションを想定し、プログラムに取り組みました。ここでもアイフィール選手の創造性を求められます。そのシチュエーションを想定し、体系化したものが映像にある50の戦術であります。プログラムも50の戦術から作成しており、オフェンス、ニュートラル、ディフェンスと大きく3つのシチュエーションに分けてあります。 オフェンスではどのようにしてバランスを崩せ効果的に攻めることができるのか先にネットを取ることができるのか相手に無理をさせることができるのかでありニュートラルではどのようにしたオフェンスにつなげられるのか攻められないのか攻撃の起点を作れるのかでありディフェンスでは相手にリスクを生ませ自分の体勢を立て直せるリセットポイントを決めておくこと。 戦術練習を行うことによってテクニックにとらわれすぎないまたそのテクニックも自分がやろうとしている戦術に対し足りない部分であるので何が自分に足りないのかという気づきを感じられることができますそして戦術を理解する習得することによってレベルを問わず試合といううものが成立するようになりましたそのためにも年齢レベル関係なしに早い段階で戦術に取り組むようにしています また今回は全体を通してサーブも重点的に取り組みました鈴木選手が半日をかけてサーブについてレクチャーを開いてくれましたグリップの正しい握り方や正しい肩の回し方またサーブは決して慎重ではないという気持ちの持ち方など世界に通用するサーブを打つために必要なもの全てを伝えてくれましたアスリートの品格についてはオンコートだけではなくオフコートの取り組みも 大変に重要視をしていますそれは選手全員トップアスリートになることを望んでいると思います強くなればなるほど大きな代償を伴うことを今から心に留めておかなければなりません一昔前ままでででインターネットがなかった時代ははそれほど高いものではありませんでしたしかし今ではすでにインターネット文化が出来上がっておりそのために今からアスリートとして必要な品格を身につけておく必要がありますその内容ははまずは自精神 自ら制する心を持つことそして挨拶について世界共通に好意を伝える積極的な行為であること続いて言語コミュニケーション能力そして感謝全てに対し感謝をすることそして食事テーブルマナー姿勢食べ方何よりも美味しそうに食べることが大切であること最後に IT リテラシーコンピューターやネットワークの 正しい使い方を身につけていればこれほど遠征をや人生を快適に豊かにしてくれるものはありません以上アスリートの品格について取り組みましたオフの日にはお寺周り中心の観光に行きましたワットフォーや周囲にはワットアルンワットサケットなどタイの主要な院を回りその中タイの代表的な輸送手段であるサンリントゥクトゥクに乗ったりタイマッサージを習ったりしました 今後試合などで行く遠征先などではこのように必ず他国の異文化を知り触れ合えるようになってもらいたいと思いますその他には食事についてお昼はだいたい日本のお弁当が出ます疲れた体に食べ慣れた日本食を食べれるのはとても心が休まります毎日暑い日が続くので練習後のプールはリフレッシュメントと楽しみとモチベーションの一つです 分散的な集中力を求められるフリスビートレーニングは僕自身もつい熱くなってしまい毎回真剣勝負となってしまいますまたこのキャンプはジュニアの選手だけではなくプロ選手も同じ場所でキャンプに取り組みトレーニングに励んでいます鈴木プロをはじめ本村プロ、福田プロ、添田プロはオーストラリアオープン前哨戦インドの大会の前の数日間 すでにバンコク郊外でキャンプを張っていた杉田プロも練習に来てくれました女子では宮崎プロや中野プロたくさんのプロが身近な場所でジュニア選手に刺激を与え緊張感を与え夢を与えてくれました最後になりますがこのキャンプの一番素晴らしいところはジュニア選手がプロ選手にたくさんのエネルギーを与えていることです ジュニア選手もプロ選手もお互いに刺激をし合える環境に携われたことに対し大変に感謝をしております。